実践は様々な体験コース体験とは地球における大縁を指す。体験コースとは地球上の二転換を体験の一部である子で結んだルートのことである。体験航路、大縁コースと呼ばれる場合もある。最短距離のルートになるため航空機や船舶の航路に利用される。また弾道ミサイルの飛行コースとしても重要である。球面と平面が交差している場合。 共有する曲線は円となる。このうち、玉の中心を通る平面と球面がなす円を大円と呼ぶ。球面上に存在する二つの点を結ぶこのうち、最短距離となるのは子が大円の一部である場合である。地球における大円を特に大験と呼ぶ。つまり、地球上の二点間を最短距離で結ぶには、大験の一部であるルートを選択すれば良いことになる。これが、 体験コースである。軽線は常に体験であるのに対し、異線は赤道を除き体験ではない。また、ウトリ線は地球をまだまであるとみなす限りにおいては、常に体験であるが、実際には、地球は回転楕円体に近い形状をしているので、厳密には体験とはならない。体験コースは直線的である。つまり進行中に左右に曲がらない。これは、 方位が変わらないという意味ではない。南北方向を除き、常に同じ方位を目指して進むと、そのコースは体験を外れて曲がり続ける。新車方位図法で描かれた日本中心の地図、メルカトル図法で描かれた地図を見慣れていると、メルカトル図法での地図上の直線が2点間の最短距離であるという錯覚に陥りやすい。しかし実際には、 メルカトル図法の地図上の直線が体験コースとなるのは2点が同経度にある場合か2点とも赤道上にあり経度の差が180度を超えない場合に限られるそれ以外の2点間の直線は体験コースから外れるため最短距離ではない地図における投影法が方位図法の場合体験コースを直線で表すことが可能となるその際新車方位図法では 任意の二転換を結ぶあらゆる直線が常に体験コースとなる。それ以外の方位図法では二転換を結ぶ直線が東映図の中心を通るときに限りその直線が体験コースとなる。日米間の航空路。体験コースが最短距離となるが東方向へは Z 気流を使うコースが使われる。長距離を移動する航空機や船舶の運航において 移動に要する燃料や時間を節約することは重要な課題である。基下学的には体験コースが最短距離で移動できる選択肢となるが実際には地形、風、海流、航空交通管制、燃料補給、政治問題などの要因で体験コースを外れることもしばしばある。ジャイロスコープや GPS などがある現代とは異なり。 一測定が困難であった時代においては、公開中に体験コースを維持しているか確認できなかった。そのため、距離は長くなっても、方位を保つだけで維持できる、東角航路が利用された。しかし、体験航路を使えば航路が短くなることは知られており、大航海時代にはほぼ体験コースで、ヨーロッパと東、アジアを結ぶ、北西航路。 北東航路の探検が行われた。航空機は航空路に沿って飛行する。長距離を結ぶ航空路は体験コースに近い航路が設定されている。例として東京とロサンゼルスの間を飛行する場合、西方向はアラスカ近くのほぼ体験コースを利用することが多い。なぜ片方向きかというと、ジェット気流を利用するために東方向は ハワイ諸島近くの航路がよく利用されるからである。また、東京とヨーロッパ諸都市の間を飛行する場合、現在はロシア上空の体験コースが主に利用されているが、かつてはアンカレジ経由や東南アジア経由の航路が利用されていた。これは燃料補給の問題もあるが、冷戦下のソ連上空に西側諸国の航空機用の航路を設定することが、 困難であったという政治上の問題が大きい。かつては太陽を無着陸で横断できなかったことから、テクニカルランディングのため航路に近い島に建設した空港を経由するアイランドホッピングと呼ばれる方法で飛行しており、当初を結ぶ航路としても機能していた。1960年代から太平洋やユーラシア大陸の無着陸横断が可能となったため、 より体験コースに近い航路に変更されている。二点間の距離等は、球面三角形の公式に当てはめることで、計算することができる。軍事上の観点からは、体験コースは、弾道ミサイルの飛行コースとして認識されている。旧ソ連、中国、北朝鮮からアメリカ合衆国本土を狙うミサイルは、体験コースとして、北極圏上空を飛行するため、 アラスカやクリーンランドのレーダー基地で探知することになる。ありがとうございます。